今回は修さん、吉成さん、稲田さんとかやっぱりベテランの人たちが仕事で来れない状態でちょっとギリギリの任務だったんですけど、でもその誰かがいなくて負けるのが嫌だったんで、チーム一丸となって戦いました。勝ててよかったです。そうですね、あのとにかく勝ちたかったんで、あのみんなでまとまってやってきたんで、それが結果につながったんで、まあ、結果としては満足してます。すごい嬉しいです。まあ、今回は先制点が取れて少し楽な形になったんですけど、やっぱりいろんな形が今後あると思うんで、そこでもしっかり戦えるように、またこれから戻ってくる選手たちがいるんで、レギュラー争いもしっかり戦いながら頑張っていきたいと思います。千葉まで応援どうもありがとうございます。1個でも勝って優勝できるように頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。